8G で失神したりしないように、アートコレクティブ WE の代表を務めております高松聡と言います、今日はよろしくお願いします。現在アキシオムスペースというヒューストンに本社がある会社が国際宇宙ステーションの次のアキシオムスペースステーションを作っていたり、月に戻るアルテミス計画の宇宙服を作っていたりと大変活躍されている宇宙企業ですが、このアキシオムスペースが今回の私の長期滞在フライトの座席予約先です。この契約を1月に調印することができました。2015年にロシアに訓練に行った時は宇宙飛行士になりたいっていうだけで行ったんです。はっきり言ってそれ以外何もなかった。だけど星の街で毎日写真を撮ってるうちに写真家としての自分に目覚めていったんですね。訓練の後半では宇宙飛行士になるってことよりも写真家、アーティストとして宇宙で何ができるか、それこそが大事なんじゃないかと思うようになりました。一方で星の街では NASA や JAXA、ESA、ロシアの宇宙飛行士とたくさん話すことができました。その宇宙飛行士たちに一つだけ同じ質問をしたんです。宇宙から見る地球の姿を100とした時に僕らが写真や映像で見てる地球ってどれぐらいなのっていう質問なんですね。でそれはね、大体 10% ぐらいじゃないかなってみんな言うんです。おそらく全ての人が地球を宇宙から見たら何か心が変わると思うんです。心のスイッチが入るっていうか。だとしたら僕のなすべきミッションは宇宙に行って地球を見た時に得られる視覚体験に 100% と言わないまでも限りなく近づけるような撮影をして、そしてそれを再現する再生装置を地上に設けて、世界中の人が宇宙に行かずとも宇宙から見た地球を体験できる、そういう体験装置を作ることじゃないかなっていうふうに思ったんです。高性能のカメラを何台もスタックして同時に撮影をするんです。でそのデータをステッチしてさらにアップスケールするんですね。そうやって人間の視覚限界に迫る高解像度映像に仕上げて、そのデータを上映することができるパビリオンを作る。宇宙旅行が始まって超富裕層の方は宇宙旅行に行けるようになりました。でも宇宙から地球を見る経験ができる人はほんの一握りで、そのほんの一握りを世界中の人が見られるように変えること、つまり宇宙から地球を見る体験の民主化に僕はすごく意義があると思ってるんです。現在 24K で撮影するカメラもちろんありませんので、 8K の撮影ができる高性能のカメラを6台スタックしてステッチすることによって 24K を実現します。これは非常に重たいデータですので、最高性能の GPU を何台も回して1ヶ月計算するというような気の遠くなるような計算ですけれども、しかしこれが技術的に可能であることもポスプロ等と確認をしています。このような形でこの真ん中の窓で撮影をするように、もっとたくさん10台とか20台とか連結すればいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、6台までが連結することができる窓のサイズから逆算したサイズになります。ISS の中から撮影するときにはこういった形で撮影をします。実際には固定をして手持ちではないですけれども、そしてですね、何と言っても外から撮る方が素晴らしい映像が撮れるに決まっています。 2D の映像であってもこの後出てきますが、特に360度の VR の撮影は外でなくてはならないと思っています。民間人に EVA 宇宙遊泳が許された事例は今日まで一例もありません。ですからこれは NASA とのかなり厳しい交渉になっていくかと思いますが、やってみなければわからないと、最初の宇宙 CM だって絶対できないって言われましたので、これから NASA と交渉を重ねて民間人としての初の EVA 宇宙遊泳を行いながら撮影するということに挑戦したいと思っています。しかし一方でこのプロジェクトは必ず実現しなくてはいけませんので、代替案も用意しています。 ISS にはロボットアームが3つついています。 JAXA のロボットアーム、カナダのロボットアーム、 ESA のロボットアーム、この3宇宙機関のどこかがこのプロジェクトに協力してくれれば、船内からリモートコントロールで同様の撮影ができるということを想定しています。撮影から帰ってきましたら
この WE という名前の今度はエキシビションを行います。非常に大きな面積が必要になりますので、仮設の美術館を作りまして世界を循環させたいと思っています。中に入りますと4つのホールに分かれていまして、写真のホール、 2D のムービーのホール、 VR ヘッドセットを見て地球を体感するホール、そしてパネルディスカッション等を行う4つのホールで構成されています。その 2D のシアターですが、ですから我々のシアターは100メートルのサイズがあります。かつ画質がですね、現在今24から36と書いてありますが 48K で仕上げようと思っています。宇宙から撮った地球と言わず、この世の中に 48K 動画などというものは存在しませんし、編集する方法も一般的にはありません。ですがこれが実現可能であることは検証をしております。100メートルのスクリーンを3メーターと書いてありますが、3メーターの距離から見ると宇宙ステーションから地球を見る相対感覚と同じ画角になります。たかだか400キロ上空から1万4000キロメートルの直径の地球を見ると 0.3 の比率ですので、この100対3という比率が実際に国際宇宙ステーションから宇宙飛行士が見ている景色です。こう見えていると思われている方いると思うんですけども、もうこのように圧倒的に目の前に広がっています。ですがそれでは全容が使えませんので、中に入ってからだんだん後ろに下がっていって全容を見ていただくという構成になっています。それと VR ですね。これは人間の目の視覚限界、細部認識力が360度の中の1度を切り取ったときに1度あたり60ピクセルと言われています。これを 60ppd と業界で呼んでいますが、 1度あたり60ピクセル以上になるともうドットが見えないと言われています。そのようなヘッドマウントディスプレイがミッションから帰ってくるであろう2026年頃にはロードマップとしては完成しているはずです。ですからその2026年頃の 60ppd を超えた高視野角ヘッドマウントディスプレイで見たときに何の破綻もない画質で VR 映像を撮ってくれば、食べれないし触れないけれども映画のマトリックスで見たような本物と区別がつかない、そういった VR で地球を体感していただくことができるというふうに考えています。なぜアクシオムスペースのフライトを選ばれたのかという点と、打ち上げまでの期間、相当なる訓練をされるんじゃないかと思いますが、どのような訓練をされて、いつから、訓練をされるんでしょうかというご質問をいただいております。よろしくお願いします。はい。現状ですね、宇宙に今5分ぐらい宇宙に行ってすぐ帰ってくるサブオービタルフライトというのがバージンギャラクティックとか、ブルーオリジンとこういったところから数千万円で、提供されていますが、5分間ではこの複雑な撮影はできません。ですからかなり長い期間、宇宙にいる必要があります。そのようなフライトを提供できる会社が、現在アクシオムスペースだけということがまず第一に言えます。そしてアクシオムスペースは先ほどもお話しましたが ISS の後継にあたるアクシオムスペースステーション、これは ISS にまずモジュールをドッキングしてだんだん作っていくわけですけれども、アクシオムスペースステーションを製作していたりアルテミス計画の宇宙服を作っていたりと、大変頼りになる会社でございます。ですからこのアクシオムスペース社と一緒にこのプロジェクトを進めていくのがいいのではないかということで、もう2年ぐらいになりますか、いろいろな協議をして、本日の、発表に至ったというところがございます。それと訓練ですが、大体宇宙ですので打ち上げが伸びたりいろいろありますので大体のイメージをお話しさせていただきますが、本年いっぱいで資金調達を終えるということをまず考えております。そして来年、スペース X における、訓練、そして ISS になりますと、NASA の訓練だけじゃなくて、JAXA、ESA、ロシア、それぞれを回っての訓練もあると思いますが、ロシアでの8ヶ月間の訓練、朝9時から5時までマイナス30度の雪山というのを経験した私の感じからしますと、だいぶ、ゆったりとした感じかなと思っておりますので、訓練に関してはあまり心配をしておりません。それともうあれからロシアの訓練から8年間経ちますが、私もう60歳になるんですけれども、8G で失神したりしないように、走れ
るように水泳ができるようにということで、僕ジムとか筋トレとか大嫌いなんですけれども、頑張って、週2回やったりしてですね、8時に耐えられる体を維持するというようなことを、まあ、訓練に入る前も、日々しております。